本日は徳島ヴォルティス対カターレ富山、埼玉スタジアム200によりお届けしてまいります。さあ選手が入場してきました。紹介しましょう。勝者はどちらなのか。あと少しで試合が始まります。さあ今試合が始まりました。徳島ヴォルティス対カターレ富山、エキシビションマッチです。解説は七海さん、北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。さあお二人、今日はよろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。カウンターですよ。木村、さあ前線へ、つながりません。さあどう攻めるか。必死のクリアですね。ここはディフェンスです。キムヨング、さあ小手口、小手口、危ない。これはファインセーブです。これは決められてもおかしくないですよ。キーパーファインセーブですね。パンチング、これ拾いたいですね。ましたよ。チャンスを演出できるか。さあどこへ出すのか、どう崩していくのか。受けます。あ、チャンスですね。さあ打てるか。とボールは小手口、シュート、決定的でしたけど、いいところにいましたよね。だしのぐ。いやー、これ止めてきますか。これはキーパーファインセーブ。キーパーの判断良かったですよね。このピンチをしのいでコーナーキックへと続きます。ボロいですね。白崎、カウンターを仕掛けていきます。内田、白崎、どういった攻めを見せるのか。小手口に渡る。前線へのボール、前を向けるか。奪います。どうする。さあシュートまでいけるか。おお、これチャンスですね。いや、こぼれてる。もうまた行きますね。白崎、内田、これはクリアします。さあ誰に出すのか。よく取りましたね。アレックス、厳しいチェックです。うーん、カットされました。七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。徳島としては今のところは受けに回っているような状態じゃないですかね。前がかりの相手に対してカウンターを狙っているのかもしれませんよね。
ホケ口シュート。斉藤縦にボールをつないでいきます。小暮、これはつながりませんでした。スピードアップしたいですよ。ここは白崎、キムヨン軍、さあゴールキックです。いいカットですね。これを読んでいた。いきますね。シュート、ポスト直撃、上か。これは PK ではありませんでした。がしかしいい位置からのフリーキックを得ます。直接狙える位置ですが、どうでしょう。直接シュート、救われました。ちょっとサポートが少なかったんでね、打っていくしかないという判断だったんでしょうね。さあ立ち上がり、まだ両者に得点はありません。しっかり寄せてますよね。内田、これは取られます。大崎、18分経過。なかなか敵陣に入れません。徳島、小暮、前線へ出す。一歩も引かないですね。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。徳島としては自分たちがボールをキープする時間を作らないと主導権を握れないですね。ドグラス、いいパスですね。クリアします。ボールを奪います。前につないでいきます。奪われる。ボールを奪う。さあどう攻めるか。浜田、斉藤、アレックス、さらに前に行きたい。ボールを奪えるか。アレックス、さあ裏のスペースを狙います。上げるか。さあファーへのボール、パンチング。木本、ファールです。このボールはクリアです。前につないでいきます。大崎、ここで奪われました。ソヨンド、ホケ口、木本、さあどこへ出すのか。平井で、キムヨン軍、キモト、中央も来てますよ。上げる。面白いですよ、このボールも。さあ上げられるか。コーナーキック、ディフェンスいいですね。では取られてしまいます。ボールを奪います。カット、
チラー、ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。ボール入りましたよ。しかしこれは笛です。これねカード出るかもしれませんよ。イエローカードです。前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。かなりプレッシャーかけてますね。スローイン、キムヨングン、ここから組み立てていきます。前線へのボール、スルーパス、いい展開ですね。ホッケグッチ、この場面をしのいでコーナーキックへとなります。誰に当ててくるのか、そのまま打つ、決めたい、ここはクリアします。ここはディフェンスです。キムヨングン、さあ誰に出すのか、いいパス出ましたね。さあ前線へ、前を向けるか、奪います。うわー、トマトファールですね。ここからどう組み立てるのか、どういった攻めを見せるのか。ジオタンダ前線へ出す、奪われました。ボールを奪います。カットされます。チョヨンドン取られます。長いボール浮かしてきた。ここはディフェンスです。奪います。ミクリア、イライネ、キモト、キムヨングン、津田、クレイトン・ドミンゲス、長いボールを送ります。ボールが渡る、中央へ、パンチング、奪われます。カットです。斉藤、千代丹田、ここは通りません。奪います。さらに前に行きたい、これは奪い返します。おっと、素晴らしいシュートだったんですが、ここで笛。徳島先制とはいきませんでした。さあ北澤さん、ここまでについて何かございますか。消耗してきている中で選手起用、そういった形でどうするかですよね、うん、はい、まあ、本当に変えることによってね、それ本当勝負どころになる可能性ももちろんありますしね、はい、ただ変えたことによって今までのバランスを崩してしまうこともありますからね、うん、なるほど。後半両チームの監督はどのような采配を見せるのか。前半を終え0対0、後半へと折り返します。富山のキックオフでスタートです。
ニクリア、木村、内田、木村、キム・ヨングン、木本、秋元、あーよく戻ってきましたね。内田、ソヨンド、ここでファールがありました。一旦後ろに戻します。どういった攻めを見せるのか。ちょっとフリーができてますね。シュートチャンスだ。このパスはキーパーへ。津田、ボールを奪います。さあどこへ出すのか。さあ打てるぞ。柔らかいボール。秋元、桶口、押し上げを待ちます。通るのかこのパス。さあどうだ。ボールはクリア。ここはディフェンスです。キープできるか。攻めの姿勢です。飛び込んでくる。ゴール。富山がようやく均衡を破ります。冷静にヘッドで、それもダイブで決めました。いい形で飛び込んできましたね。あのタイミングで飛び込んでくる選手をマークするのは難しいですよね。さあ富山先制1対0です。まあ、後半この立ち上がり取れたということは本当にチームにとって大きいですよね。で、はい、追加点を取りに行くのか、この1点で守りきるのかということをあとは考えていかなければいけないところにはなりますけどね。なるほど。ドウグラス、スペースを狙います。やはりちょっとミスが目立ちますね。つなぎのところでのミスがありますからね。こういうのはリズムを失ってしまう可能性がありますから気をつけなきゃいけないですね。前線へ出す。これをカットします。ここは素早くマーク。ここからラインのゴール。おっと、しかしこれはオフサイドか。いや惜しい場面ですね。しかし審判もよく見てましたよね。残念ながらフリーキックとなります。早いですねプレスが。これは取られます。ほぐれ、これは合いません。縦にボールを送ります。スペースを狙ってきます。前につないでいきます。ボールが抜ける。惜しくも取られてしまいます。白崎、内田、どう攻撃を組み立てていくのか。縦にボールをつないでいきます。サイドのスペースを使います。これをインターセプト。いい守備ですね。押し上げを待つ斉藤。いいカットですね。さあどう攻めるか。チェック効いてますね。誰に合わせてくるのでしょうか。グレイトン・ドミンゲス。うわ展開早くなってきましたね。グレイトン・ドミンゲス、チオタンダ、斉藤、またファールか。
ちょっと激しくなってますね。これはカード、ホヤ、今のでイエローカード2枚目となりました。ここも固い守りでボールを奪います。どのような攻めを見せるのでしょうか。白崎、いいパスですね。さあボールが抜けてくる。さあ中はどうだ。白崎シュート、落ちきらなかったですね。クロスバーの少し上、シュートコースは悪くなかったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。スルーパス、決めました。さあシュート、ゴール、ゴールと思いきや、いやー助かりましたね。審判よく見てますね。さあ一旦仕切り直してフリーキックに変わります。さあ誰に出すのか。ここで奪われました。津田、アレックス、うまくリードを守りながらゲームを進めてますよね。なかなかいい状態ですよね。いやーキープ力ありますね。平井で、秋元、平井で前線へのボール、小池口、もう詰めてますよ。サポートする選手を待ちます。さあ前線へ、どういった攻めを見せるのか。シュート、ゴール、追加点が決まりました。これで差は2点。ここでフリーで打たせてはいけません。まあ決めるだけっていうシーンになってましたよ ね。 そうですね。やっぱりゴール前で相手をフリーにしてしまうのはちょっと問題ですからね、すぐにディフェンスを修正したいところでしょうね。そうですね。さあ小山、着実に得点を重ねていきます。2対0。1点と2点の違いは大きいですよね。これから非常にリラックスして試合ができると思いますよ、はい、そうですね。よく取りましたね。硬いディフェンス、大西、先ほどゴールを決めている。さあ一気にカウンター、一人で行く、いいじゃないですか。コーナーキックのチャンス、コーナーキックどうだ。ディフェンダー集中力いいですよ。さあ徳島、2点を追うという形、少しリズムが崩れてしまっているという印象です。アレックス、クレイトン・ドミンゲス、ここでファールです。フリーキックに変わります。およそ30メートル。このボールはクリアです。チャンスになる、シュート、キーパーで弱いですね。これはファインセーブです。キーパーの反応が素晴らしかったですよね。ちょっと触ってコースが変わりました。ピンチを出しますがコーナーキックへと続きます。
さあどう攻めるか。左サイドから曲がってきますよ。ここはクリアします。ジオタンダ、アレックス、津田、さあスペースを狙う。ここで上げてくるか。ダイレクト。ホームでのこの絶好機、決めておきたいところでした。前に行こうという気持ちはもちろんですけどもね、ちょっと慌ててますかね。このボールは繋がりません。あ、よく戻ってきましたね。おっと、繋がりませんね。内田、さあ誰に出すのか。ここで取られました。パスは通りません。内田、すぐにチェック。フリーにはさせません。木村、ここはカットされる。さあふわっとしたボール、前線にボールを入れさせないですよね。相手のパスコースを読んでしっかりディフェンスができているなって感じですよね。中島、今狙いましたね。惜しくも奪われます。大崎、さあカウンターを仕掛けます。さあパースを受けてスペースを狙います。開けましたね。前、ここはカロー落ちてクリアします。キムヨングン、ロケ口、中央です。キムヨングン、平井で、徳島、現在2点差を追うという少々厳しい状況です。縦にボールを送ります。いい展開ですね。惜しくも奪われました。どう展開していくのでしょうか。1人持ち上がっていく。両チームともメンバー交代があるようです。試合の頭から相当飛ばしてましたからね。疲労困憊でしょうね。疲れての交代だと思いますね。奪われ方をね、気をつけなければ相手にカウンターを食らいますからね。さあボールが抜ける。宮崎、さあ高崎、これカウンターですよ。クレイトン・ドミンゲス、やはり守備の意識が高いですね。中島、クレイトン・ドミンゲス、ちょっとこういった中盤のミス目立ちますよね。ここで奪われます。赤崎に渡ります。柔らかいパス、これはカットされます。中島、金橋、フェイント、出てきましたね。それ使えるのか。ファウルを取られます。レフリーの注意が入ります。いや珍しいですね。納得いかないんでしょうね。このパスは流れてしまいます。宮崎、ここもしっかりディフェンスしました。さあこれが最後のワンプレーになるか。ああ面白い。
チラ、奪ってからのショートカウンターが早いですよね。大西、さあ笛が鳴りました。2対0、徳島敗れました。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。徳島としては後半に入ってちょっと攻守のバランスが崩れてきたのかなというところをやられてしまいましたね。好機を見逃さない相手もすごいんですけども、2失点を考えると不安材料の残る試合となってしまいましたね。そうですね、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。ゲームの解説は七海博さん、北澤剛さんでした。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。徳島2対0、シャットアウト負けを喫しています。